はい、今日はですね、ヒョウモントカゲモドキの餌のあげ方についての質問がありましたので、どういうふうに餌をあげるのかってをやってみこうと思います。与える餌は今回はこれですね、リオパブレンドフード、これはお水に浸して、あげるタイプの餌です。で、まあ、こういうふうにね、お水に浮かべて、ちょっとねこれふっくらするんですよ。ちょっとふっくらして、ちょっと柔らかくなる感じで、使える餌です。15秒から20秒ぐらいも浸しておけばね、ちょっとふっくらすると思います。じゃあ早速あげていこうと思います。で、まあこれ見てる人はね、サーモンなかなか食べなくって、困ってるっていうような、ことがあってこの動画を見てると思うんですけど、餌が食べないような状況に気をつけることっていうのは、まず温度がまあそうだね、25度から30度以下ぐらいになってる、27度28度ぐらいがいいのかな、30度ぐらいになってるかっていうのと、あとは、ストレスがかかってないかっていうことですね。ハンドリングとか、触った後っていうのは餌食べづらいです。なのでなかなか餌食べない子っていうのはもうしばらく触らないで放っておいて、で、なんだろう、なんかこの落ち着いてる状態のところで餌をちょっと見せてやるみたいな感じでやると、自然な感じで、あ、ご飯だみたいな感じで食べる。ただ散々触った後に餌を見せても全然食べなくなってしまうんで、それは気をつけた方がいいかなと思います。じゃあ揚げていきます。口の前にちょっと揺らしてやる感じ、ペロッとしたらちょっと舐めさせてやる、で置く、鼻先に置くと結構食べる確率が高い。ほら、この辺に餌あるんだぞって見せといて前で鼻先ら辺に置いとくと食べることが結構多いかな。あるよあるよって見せといて置く。で時々なんかちょっとこう動かしてやったりするとまたそっちに目が行くんで、そうするとまたそこを食べる。でこの時も声帯にあんまり触らないようにするのがまあコツかな。声帯触っちゃうと違う方に気がいっちゃって食べなくなるんで、極力触らずに餌だけちょんちょんして餌に目が行くようにしてやる感じで。優しい食べ方だよね。急にガバってくるやつもいるっちゃいるけど、
まあ、ちょっと時間はかかるんだけど、こういうふうにまあ食べてる間一緒にこうちょっと動かしてやってみせてとかっていうのを、まあ、繰り返しやる感じですかね。目の前で鼻先ら辺でちょっと動かして、置いてみて、でまあそれでも食べなかったらまた後日とか数日後何日か空けて、まあ見せてみるっていう感じですかね。でまあ尻尾がこういうふうにね太いうちは本当にもう2週間とか3週間食べなくても本当平気なんで、水だけきれいな水を飲めるようにしておいてあげれば、まあ、よっぽど問題はないと思います。全然がっついてくるって感じじゃないからそんなにお腹は減ってないんだろうけど、一応食べるか。じゃあこの子はもうよくって、次はこっちの子、こっちの子にします。動かしてやる感じ。あるよ。あるよ。ペロペロしてるところに置いてるのは結構チャンスですね。ペロペロしてるとこの餌の水分を飲むんで、そうするとこれは美味しいんだなって分かるとこれ食べます。あんまり一口でガバッと持っていくタイプじゃなくてちょびちょび食べるタイプなので、気が来て、
食べた食べた。遅くね君そこに行くまでの段階が。随分じらすね君。食べたこのタイミングで食べ出した。どんなの？ティガちゃん、ティガちゃんそのロッタで取っとらんかった。うん、いいよ。ティガちゃんも食べたいんじゃないの？まだ違うの？食べるまでだいぶ時間かかったな。これで2本ぐらい食べたでしょ。えらい食らないちゃった。ちっちゃいもんかな。なんかそっちが気になったそっち俺動かしたら大きい方あったね。よいしょ。もうやあの食べるやつはねこうやって見せてる時点でガブってくるんだよ、うん、来ないやつはこういうちょっと長期戦で鼻先に置いてある。またよくわからん遠くに小さいやつ食べた今しかも入った。
どこ見たんだろうって言って、大きいのはあんまり魅力的に見えないのかな。今ちょっと口に入らなかったよ。まあちょっとずつでも食べるんだったらいいけど、自分で食べるっていうのは結構重要だからね、うん、はい、というわけでね、まあ時間は結構、まあ、かかりますし、まあ、食べなかったからといってその時にね、無理に食べさせないといけないっていうことでは全然なくて、まあちょっと長い目を見て、餌を与えていきましょうっていうことですね。で、まあレオパにとって、まあ、ストレスがないような環境に、してやって、まあね、長い目で、1週間とか2週間かけて、まあ、食べさせましょうと。いう感じです。じゃあ今日はこれで終わりにします。よかったらいいねボタン、チャンネル登録等よろしくお願いします。